子供プロダクションチャンネルでございます。どうもこんばんは。昨日も、近所のね、車で、まあ、20分ぐらいのところ小吉川、まあ、桜松釣りに行ってきたんですが、約2週間ぶりにようやくかけることができてほっとしてます。まあ、その場所っていうのは、まあ、中流の上の方といいますか、まあ、あの中流の下の方は白柿でもう川が白濁していて、もう濁ってるんですよね。視界が1メートルない感じです。で、上の方に行くとまだこの白柿も穏やかになってて、まあ、水きれいだったんで、まあ、可能性あるかなと思って攻めてみました。で、その場所は、まあ、背があって、上の方に背があって、で、緩やかな流れになって、やがて縁が来るんですよ。で、その縁が終わったところにプールがあって、まあ、その下がまた背なんですが、その縁とプールの境目のぐらいでやっと出ましたね。まあ、その下の背を登ってきてプールで休んで、まあ、これからまた差登るぞっていうサクラマスがかかってくれたんじゃないかなと思ってます。まあ、今回はヒットシーンもありますんでね、最後まで見ていただければ幸いに思います。今日はアードベック飲みながらやってます。この酒はうまいです。アードベック10、神の飲み物って言ってます。これだよ。ヒットです。
かんなかった。うわ、これ難しい。よいしょ、開けた。開けたぞ。取りました。久々桜マス。久々です。2週間ぶりぐらいですね。やりました。はい、動画をご覧いただいた通り、まあ下手くそなやり取りなんですけども、なんとか撮ることができました。で、まあ水深結構ありましたんで、おそらく3メートル以上あると思うんですよね。まあディープダイバー、以前塗装した、塗装サンプルで出てきたルアー、シュガーディープのブーストってやつだったかな。それでかかりました。まあでも今日それロストしちゃったんで、また買い足してきましたけどね。ディープダイバー、これ初めて買ったんですが、ディープフィート 90D、 これ友人がおすすめしてくれたんで試しに買ってみました。私こういう風なこうチャート系が好きなんで、まあブルーバックとかもあったんですけども、今回はこれを買ってみました。まあ例のごとくシングルフックと、あとここフック1本折って準備しています。まあ楽しみですね、使うのが。ということで、引き続き小吉川桜マスチャレンジしていきたいと思います。それではまた後ほど、さようなら。